ペロトーシスはプログラムされた細胞死、つまり細胞を死に導く仕組みの一つです。細胞内の鉄代謝に依存して活性酸素種が増え、その結果損傷した脂質が蓄積することで最終的に細胞膜や細胞内小器官が破壊され細胞死に至るのがフェロトーシスの特徴です。生体内ではフェロトーシスはがんの抑制に働いていることが分かっています。さらにがん細胞でフェロトーシスを誘導してがんの治療に応用するための研究も盛んに行われています。しかしがん抑制の他にどんな意義があるのかはよく分かっていません。東北大学大学院医学系研究科生物科学分野の西澤博成博士らの研究グループはフェロトーシスが細胞や個体の老化の抑制に関わることを発見しました。同研究グループは以前に転写因子 BAC1 とフェロトーシスの関係を発見しました。転写因子とは様々な遺伝子の働きを促進または抑制するタンパク質で、 BAC1 は標的となる遺伝子を抑制する働きがあります。 BAC1 が抑制する遺伝子の中にはフェロトーシスを妨げる働きを持つ遺伝子が含まれていました。フェロトーシスを妨げる遺伝子を働かなくするということは、つまり BAC1 はフェロトーシスを促進する方向に働くということです。さらに同研究グループは細胞に BAC1 タンパク質を大量に作らせることで薬剤を使わずに細胞にフェロトーシスを誘導する方法を発見しています。この時細胞から老化を抑制する物質が放出されることが分かったというのが今回の研究の成果です。培養細胞にフェロトーシスを誘導し、その培養醸成を回収します。それを別の細胞に投与すると、細胞老化抑制の効果があることが分かりました。これは SAβ ガラクトシダーゼという酵素を青色に可視化したものです。SAβ ガラクトシダーゼは細胞の老化に伴って増える酵素で、この酵素の量を調べることで細胞の老化の程度が分かります。フェロトーシス細胞の培養醸成を投与した細胞では、対象に比べて青色が薄いので SAβ ガラクトシダーゼの量が少ないことが分かります。つまりフェロトーシス細胞の培養醸成を投与した細胞は老化が抑制されたと考えられます。この他にも細胞の増殖速度、 DNA 損傷修復の能力、老化に特徴的な遺伝子発現を比較し、フェロトーシス細胞醸成が細胞老化を抑制することを確かめています。この結果から考えられる可能性は、フェロトーシスを起こした細胞は何らかの物質を放出し、その物質に他の細胞の老化を抑制する効果があるということです。次の問題は、その物質の正体は何かということです。研究グループは BAC1 を大量に作らせた細胞では FGF21 という細胞増殖因子が増えていることを発見しました。増殖因子は体内で分泌される小さなタンパク質で、細胞の増殖、分化を促進したり代謝を変化させるなど広範な作用を発揮するものです。その中でも FGF21 は肥満や糖尿病などの生活習慣病を改善する働きが注目されています。そこで次の仮説が立てられます。 BAC1 を大量に作らせると細胞内の FGF21 の量が増えます。同時に大量の BAC1 はフェロトーシスを引き起こします。この時にFGF21 が放出されて、これが老化抑制効果を発揮するのではという仮説です。これを確かめるため、通常の細胞と FGF21 を作る遺伝子を変えた細胞を用意し、 BAC1 を大量に作らせてフェロトーシスを誘導します。もしこの時放出された FGF21 のおかげで培養醸成に老化抑制効果があるとすれば、遺伝子欠損細胞の培養醸成には FGF21 が含まれませんから、老化抑制効果はなくなっているはずです。通常細胞でフェロトーシスを誘導した細胞の培養醸成を別の細胞に投与すると、投与された細胞では SAβ ガラクトシダーゼが減少し、老化抑制効果を示すのはさっき見た通りです。 FGF21 欠損細胞のフェロトーシス醸成は予想の通り老化抑制効果を示しませんでした。したがって老化抑制物質の正体は FGF21 であると証明されました。 BAC1 は細胞のフェロトーシスを誘導するとともに、細胞内の FGF21 の量を増やす働きがあることが分かりました。細胞外に放出された FGF21 型の細胞に作用し、老化抑制の効果を示すのです。この BAC1 によるフェロトーシス誘導と FGF21 の関係は個体の健康にも影響を与えるのでしょうか。
バックワンによるフェロトーシス誘導と肥満との関係を調べました。マウスに高脂肪食を与え体重を測定します。これを野生型のマウスとバックワン遺伝子欠損マウスで比較します。バックワン欠損マウスはあらゆる細胞にバックワン転写因子がありません。フェロトーシスを誘導する働きのバックワンがないのでフェロトーシスが起こりにくいマウスということになります。高脂肪食による体重増加はバックワン欠損マウスの方が顕著でした。高脂肪食を続けると肝臓に脂肪が蓄積し脂肪性肝炎を発症します。この時肝臓ではフェロトーシスによる細胞死が起こっていることが分かりました。そのフェロトーシスによって FGF21 が血液に放出されますが、体重が増加したマウスの血液中の FGF21 濃度を測定するとバックワン欠損マウスでは野生型より低いことが分かります。肥満抑制効果のある FGF21 が少ないことはバックワン欠損マウスの体重が増えやすい理由と考えられます。ということは裏を返せば野生型のマウスではバックワンによるフェロトーシス誘導が血液中の FGF21 を増やして肥満を抑制していると考えることができます。さらに個体の寿命に対する影響を調べました。これはマウスの集団の日ごとの生存率を示す曲線です。青い曲線の集団は約50日間はほぼ全てのマウスが生存していますが、それ以降は徐々に生存マウスが減っていき、およそ90日で半数になり、170日で生存マウスがゼロになるということを示しています。つまりこの曲線が右にあるほど寿命が長い集団であるということを意味します。青はバックワン遺伝子を持つマウス、ピンクはバックワン欠損マウスです。したがってバックワンが長寿に寄与していることが分かりました。 FGF21 の遺伝子がないとバックワンのありなしで寿命に差は出ません。ということはバックワンがあることによる寿命延長の影響はフェロトーシスによって放出された FGF21 の効果によるものだということになります。今回の研究からフェロトーシスの意義が新たに発見されました。一部の細胞の細胞死が他の細胞の老化を抑制したり、個体の肥満抑制、寿命延長に効果を示すことが分かりました。またそのフェロトーシスを促進するバックワンは長寿のための遺伝子であることも示唆されました。今回の成果はまだ基礎研究の段階ですが、応用に向けて検証が進められれば肥満や糖尿病をはじめ老化に伴う疾患の治療に応用できることが期待されます。